熱海市への誘客策として昨日開催された今宮神社願いの明かりフェスティバル。源頼朝がこの神社で開運を祈願し源氏再興を成し遂げた故事にちなみ、去年から始まったイベントで神社で神事が行われました。参加者が書いた願いの短冊には平和の文字が目立ちます。そして午後7時半、短冊をつけた LED ランタンが放たれました。参加した熱海市民150人の願いが夜空に舞い、幻想的な光景が広がりました。どうでした？体験してみて。楽しかったです。